電気女子プロンです。今回は製鉄所で働く建設機械をピラリますよ。まあ、ピロン、製鉄所ってどんなイメージですか？製鉄所のイメージは海沿いにあって大きな建物がたくさんあって、まるで火星みたいに全体が錆びているというか茶色い感じですかね。製鉄所って何してるところだと思いますか？何してるって、鉄を作っているんじゃないの？鉄をどうやって作るんでしょうか？どうやって作るってどうなんでしょうかね。製鉄所のお仕事を勉強しながら建設機械を紹介していきましょう。ラジャー。まず製鉄所は全工一貫製鉄所といって、鉄鉱石をちゃんとした製品にするまでの全工程ができる工場のことを言います。日本で最初にできた全工一貫製鉄所は北九州の八幡製鉄所で、一番最初に稼働したのが岩手県の釜石鉱山田中製鉄所です。え、最初にできたところと最初に稼働したところが違うってどういうこと？八幡製鉄所は工場ができたにはできたけど、生産がうまくいかず3年ほどお休みしてて、その間に釜石鉱山田中製鉄所が稼働したようですよ。いやー、すんごいタイミングだったんですね。最初に製鉄所のイメージを聞いた時に海沿いにあってって言ってたけど、あれ正解です。製鉄所の場所は大きく2パターンあります。一つは釜石鉱山田中製鉄所がまさにそうなんだけど、原料立地型といって鉄鉱石や石炭の採掘できるところのすぐ近くに立地するパターンと、鉄鉱石や石炭など原材料を輸入して使用するので大きな船が横付けしやすい海沿いの港湾立地型の2パターンです。今は国内の製鉄所は全てが港湾立地型で13箇所あるのですが、地盤が安定した広大な敷地やタンカーが入れる水深の深い港湾が必要であり、これ以上立地できる場所は日本にはないみたいですよ。もう日本には製鉄所を作る場所がないんだ。なんか驚き。さてさて、タンカーで運ばれてきた鉄鉱石や石炭は製鉄所内の原料ヤードに山積みされます。その原料ヤードで活躍しているのがホイールローダーです。ホイールローダーで原料を移動させたりコンベアベルトに乗せたりします。ホイールローダー登場。ところで鉄鉱石はわかるんだけど、なぜ石炭があるの？鉄鉱石がよく燃えて早く溶けるように石炭と一緒に燃やすみたいですよ。へー、そういうことね。さて、それぞれのヤードから鉄鉱石を焼結炉へ、石炭をコークス炉へコンベアベルトで運びます。焼結炉？コークス炉ってどんなんですか？焼結炉は粉末の鉄鉱石を一定の形状にして強度を持たせる炉のことで、コークス炉は石炭をさらに燃えやすくする炉のことです。鉄鉱石って大きな石ころのイメージだけど粉末なんだね。コンベアベルトで運ばれる鉄鉱石や石炭がコンベアベルトからこぼれたり、ベルトにくっついて下向きになった時にポロリと落ちたりしてだんだん溜まっていくのですが、そのこぼれた鉄鉱石なんかを集めたりする建設機械がこれです。うわー、これ何？ブームアームが横向きになってるよ。これは日立建機落光処理機 ZX10U-2 です。ブームアームを横向きにして落ちた鉱石を集めて、ブームアームを立ててバケットですくうような機械です。超絶びっくり機械ですよ。焼結鉱になった鉄鉱石やコークスになった石炭は製鉄所のメイン施設である鉱炉に入れてドロドロに溶かし、線路というところに移されます。さすがに製鉄所は専門用語が多くて難しいですね。この鉱炉や線路のところでノロといわれる酸化物を取り除く工程が行われます。鉱炉や線路は激しく熱いので、人や機械本体が熱でやられないようにブームがうわーって伸びて処理作業をする機械が日立建機ノロ処理機 ZX200 改造版。この機械も普通じゃ見かけない機械ですね。スライドするようにブームが伸びてバケットでノロをかき集めたりするんですね。線路と言われる装置の内側は耐火レンガでできていて、何回かお仕事をすると耐火レンガは悪くなっちゃうので定期的に新しいものと交換します。その時に登場するのが日立建機電路解体機 ZX240LC-6 改造版。さて、この後てっちゃんは精錬工程でさらに不純物が取り除かれ、品質の良い強いてっちゃんに変わって誕生と圧縁の工程を経て立派な鉄鉱になっていきます。ただの石ころみたいなのが鉱山で採掘されタンカーで運ばれてきて、製鉄所で様々な工程を経て僕たちの周りで使われる鉄になっていくんだね。はい、今回はここまでです。
フロンチャンネルは透明アーネストチャンネルと力を合わせ毎週2、3本投稿しております。どうぞ応援お願いします。それでは皆様、バイバイ。またね、また会いましょう。